暗号とは、セキュア通信の手法の種類で、第三者が通信文を見ても特別な知識なしでは読めないように変換するというような手法を大まかには指す。いわゆる通信に限らず、記録媒体への保存などにも適用できる。秘匿通信を行う上で最も単純な方法は、木を隠すなら森ということわざのごとく、通信文そのものの所在を隠してしまうことである。 歴史上実際に行われたものとしては、通信文を丸めて、飲み込んだり、ベルトの内側に書き普通の皮膚のように身につけたり、新聞の文字に印をつけて、文章を作る、頭を反り上げて頭皮に通信文を入れ墨し、再び頭髪が生え揃うことで隠す、などもあったようである。暗号らしい手法としては、ステガノグラフィーといい、それとはわからないような形で記録する、というものである。 画像などに情報を埋め込む、電子スカシにも、同じ技術を利用するが、電子スカシではその画像の著作権情報などといった、関係のある情報を埋め込むのが目的であるのに対し、ステガノグラフィーは、全く無関係な情報を秘密のうちに紛れ込ませる、という点が異なる。また、いわゆる縦読みなども一見して、普通の文章の中に見えるためステガノグラフィーの一種と、言えなくもない。講義では、 以上のような方法も暗号に含まれるし、暗号学が探求する対象であるが、競技ではその見た目がなんだかわからないという、難読であると明確なものを指して特に暗号に分類するについては、理論上、他からのそれが暗号であるという情報がなければ、ただのでたらめと全く区別が不可能であるのが理想である。競技の暗号は古典的には主要な分類に以下の二つがある。 詳細は、コードを参照通信文内の単語やフレーズといった、ある程度意味のある塊の単位で、あらかじめ取り決めてある記号と交換する。詳細は、EN、サイファーを参照通信文に対し、意味とは関係なく、文字ごとの単位で、あらかじめ取り決めてある時間や天地をかける。コードは、一般に、軍の運用に必要なものなど、ある程度の語彙について、 秘密の記号群を決めておくものであるが、打ち入り、改正などといった、特定の重要な件のみについて、といえば、のこと等と事前に取り決めておくことで取得することも、行われた。個人間で行うものから、組合やギルド等の特定のグループ内で行うものがある。事前の取り決めではなく、特定の人たちだけが知る事項などをもとに、意味は、同じままで、言い方を変えることで取得することもある。 取得したい、特定の単語だけ置き換えることも、コードブックと呼ばれる辞書を作成して、すべての単語を置き換えることもあり、歴史的な例としては、前者はスコットランド女王、メアリーの暗号、後者はルイ14世の大暗号や、ナポレオンの小暗号などが知られている。サイファーは、機械改善は一般に作業手数が大きいといった欠点があったが、機械介護はサイファーが主流の暗号である。 機械化についで暗号のコンピュータ化の時代となったが、それらの暗号も大体サイファーに分類するのが妥当であろう。また以上のようなセキュア通信のための競技の暗号に限らず相手の身元を確認する認証や改ざんの検出、貨幣の偽造防止技術、電子署名、認証、ハッシュ関数、電子マネーその他、情報セキュリティの多くの局面で暗号は キーテクノロジーとなっている。なお、暗号化の逆の操作を表す語は、複合であり、本来複合化に対する、それ同様、かとはしないが、複合化という語用は、かなり広く定着している。暗号理論を参照、カテゴリー、暗号技術も参照、暗号史を参照まず、古典的な暗号と現代的な暗号を分ける、ものとして、ケルクホフスの原理がある。 現代的な暗号理論よりも前の時代には暗号の方式と鍵の識別は明瞭ではなかったし、そのどちらも秘匿されねばならぬものであった。すなわち攻撃側の視点からは、方式がわかってしまえば、それによって鍵を得ることも容易になってしまうのであった。現代の暗号は秘密は鍵に集中しており、その方式はむしろコーチのものであった方が、 その強度なども広く研究されているために、むしろ安全である。鍵を使わない方法は、一度的に知られた方法は二度と使えない暗号の信頼性を客観的に評価することができないなどの問題がある。例えば単純なシーザー暗号は、方式自体がバレないようにしなければ安全性が保てないほど脆弱であるし、ある程度の量の暗号分があれば何百年以上も前から、 ある頻度分析という手法によって、方式自体もバレてしまう。それに対し鍵を使う方法は、アルゴリズム自体を敵に知られても構わない方式を目標としており、一度考案した方式は鍵を変えることで何度でも使える。アルゴリズムを広く公開することで信頼性を十分に検討できる、などの多くの利点がある。近代以降になると、このように鍵さえ秘密にしていれば暗号化。 複合の方法を公開しても安全が保てることが暗号にとって望ましい性質であることが明確化された古典暗号の時代のサイファーの主要な2種類は以下の2つである上の2つの分類は現代暗号でも何ら変わるものではないが現代的には次のような暗号の分類があるこのうち前者の共通鍵暗号は分類としては古典暗号時代から何ら変わらぬ暗号の方式で だって、現代暗号の分類とするのはむしろおかしいのだが、校舎との対比として、しばしば挙げられるものである。校舎の公開鍵暗号は、暗号をその時代の最新の数理で検討するようになった現代暗号ならではの暗号といえる。近代以降、前述のように、秘密は鍵に集中すべきことから、暗号の問題は、鍵の配送にあることが明確になった。 暗号系を含む全体を通信システムとして検討したならば、そもそもそのような鍵をやり取りできるほどに安全な通信路があるならば、その通信路で本文を通信してしまえば良いからである。この問題には公開鍵暗号方式の発明によって一応の決着がついた。すなわち公開鍵暗号であれば、その非対象なペアになっている鍵のうちの片方は秘密ではないため、 配送の問題が生じないからである。ただし通常は計算量の理由から公開鍵暗号を本文の暗号通信に直接使うことはせず、公開鍵暗号を利用した安全な鍵交換方式によって共通鍵を安全に交換し、その鍵によって共通鍵暗号通信を行うコードやサイファーのような記号による暗号ではなく、 スクランブルといったアナログ技術による講義の暗号システムとしては、かつてアナログ電話の時代に盛んに研究されたものがある。秘話の記事を参照。さらによりアナログな事例としては、少数民族の言語や方言などによる相手側が仮に傍受しても、明らかへが不可能な会話を利用したものがある。太平洋戦争での事例として、アメリカ側は、ナバホコによる通話を利用し、日本側は、 殺軍方言による通話を利用した。具体的な暗号方式の一覧は、主な暗号の分類と一覧を参照。とは、らわで、と、と、と、イコール、イコール全軍突撃せよ、とら、とら、とら、イコール、イコールわれ、奇襲に成功整理を合図としたものである。ちなみに、陸軍のマレー作戦の暗号は、日の出葉山形である。初期の古典暗号は、多くは、 紙と鉛筆のみで暗号化を行うが、多少の道具を用いるものもあった。暗号解読の進歩により単純な暗号では、安全ではなくなると、複雑な処理を自動化するための機械が発明された。スキュタレー南北戦争時の暗号円盤ビジュネルの表機械式暗号棒起源前5世紀、古代ギリシアで、特にスパルタで、スキュタレーと呼ばれる棒が暗号に使用された。 同じ太さの棒を2本用意し、送信者と受信者がそれぞれ所持する。送信者は渦のように棒にテープを巻き付けて、平文を横書きする。すると、テープには平文の文字がとびとびに記されることになる。棒からテープを外して、テープだけを受信者に送る。天地式暗号の一種である。暗号強度は、決して高くないが、天地の際の書き誤り読み誤りを回避できる手段である。 円盤15世紀、アルベルティンの考案した暗号円盤が最古のものとされる。大小2枚の円盤からなり、内側の円盤を回転させて、平分、暗号分の対応を決める。位置を固定した暗号化、複合を行うとシーザー暗号となり、1文字ごとに位置をずらすと多標式暗号となる。南北戦争でも使用されたローター式暗号は多段に接続した。 暗号円盤を機械化したものとも言える。カード16世紀、ジェロラモ・カルダーノが穴を開けたカードを使って作成する分岐式暗号を考案している。返字表多表式暗号を行う際のツールとして使用。トリテミスの返字表、またはビジュネルの表として知られる。ブックコードの対応表や乱数表などを記載するのに使った鍵フレーズを指定するために、 聖書や辞典が使用されることもあった。ミコが捕まえたスパインが所持していたとされる。乱数表は指サイズの小型のもので多数の数値が印刷されている。和18世紀末、ジェファーソンが考案し、後にパセリも再発明している。ホイール、ストリップ、ロットなど様々な形状をした暗号機が考案されている。M-94、M-138A。M ラインスケバなど実際に使用された暗号機械20世紀になると、エニグマ、パープル、M-209、M-325、シガバ、ネマ、タイペックスなど、機械式の暗号装置が開発され、特に第二次世界大戦中に、各国で使用された、コンピュータ、電子化された暗号機械に分類されるようなものなどもあるが、歴史的にごく一時期のものであるためここでは略す。 コンピュータプログラムは何らかの情報処理機械のソフトウェア実装であると見ることができる。すなわち暗号のプログラムは暗号機械のソフトウェア実装であるとも言える。のどかな時代には実際にエニグマ暗号機の方式をそのままコンピュータプログラムにしたようなものも使われていたりしたこともあったが、1970年代以降は現代的な暗号として前述したような公開鍵。 暗号である RSA や共通鍵暗号ではデスなどがある。攻撃側が最新鋭のコンピュータの計算力を利用できると仮定しても、計算量的に安全でなければならないという考え方が基本となった暗号で用いられる用語、暗号理論の用語も参照、平文暗号化される前の文、暗号文平文を独特の表記法によって第三者が読み解けないようにした通信文。 鍵表記法のパラメータ。表記法によっては、鍵はないこともある。鍵が異なると、平文が同じでも、暗号文が異なる。平文空間平文全体の集合暗号文、空間暗号文全体の集合鍵空間鍵全体の集合セキュリティパラメータ暗号の安全性を表す。尺度、鍵のサイズなどを指定する暗号化表記法に従って、平文を暗号文に変換すること。 複合表記法に従って暗号文を平文に戻すこと、攻撃暗号化に用いられた表記法の特定やあるいは鍵を探索する行為、または鍵を用いずに暗号文を平文に戻すこと、解読とも言う暗号の方式によって様々な攻撃法が考案されている暗号の攻撃法も参照、暗号解読受信者以外の第三者が暗号文を 通信文に戻そうとすること。共通鍵共通鍵暗号において、暗号化にも複合にも用いられる鍵。暗号化側と複合側が同じものを持っている必要があり、鍵を共有する過程で盗聴された場合に、通信の秘密は全く保てなくなる。秘密鍵ということもある。公開健康会見暗号において、暗号化に使用する鍵。暗号化鍵とも言う。 複合側が持つ秘密鍵と対になった鍵が必要で、複合側はあらかじめ自分の公開鍵を暗号化側に通知しておくことから、公開鍵と呼ばれる。秘密鍵公開鍵暗号において、複合に使用する鍵。複合鍵とも言う。複合側だけがこのデータを持っていることから、秘密鍵と呼ばれる。私有鍵ということもある。公開鍵から、秘密鍵を推測することが非常に困難である。 暗号法を選択する必要がある。なお、公開鍵暗号においては、公開鍵の代わりに、秘密鍵を使って暗号化を施すと、それによって生成された暗号文は、対応する公開鍵によってのみ複合できる。すなわち、ある公開鍵によって暗号文が複合できたことは、当該公開鍵に対応する秘密鍵の持ち主によって暗号文が作成されたことの推定となる。これが、 電子署名の基本原理となっている、鍵ペア秘密鍵と、対応する公開鍵とからなるペアのこと、同時に生成される、鍵交換共通鍵暗号において、公開鍵暗号方式などを用いて暗号化側と複合側が共通鍵を共有すること、大量のデータをすべて公開鍵暗号で、送受信しようとすると計算量が膨大になることから、全文の送受信は、 比較的簡便な共通鍵暗号で行うこととし、そのための鍵をまず公開鍵暗号方式で共有するという方法が広く採用されている。この際、鍵配布センターなどの信用できる第三者機関を利用する集中型と、各人が秘密の値と通信データを用いて共有の鍵を生成する分散型がある。鍵配送鍵共有とも言うが、集中型のことを鍵配送。 分散型のことを鍵共有として、両者を含めて鍵交換とする場合など、区別する書籍もある。オラクル入力に対して出力が得られる関数のようなもの、オラクルを必要とするモデルで使用される。アリスとボブ暗号理論に登場するプレイヤーは A からアルファベット順に並ぶことが一般的であり、論文では通常アリス、ボブが使われる。これは、 RSA 暗号が発表された時のプレイヤー名に基づく C 以降は様々だがキャサリン、キャロル、チャーリーなどが多い暗号関係の書籍の一覧を参照ありがとうございます。